サンフランシスコ礼拝堂は、ブラジル南東部のミナスジェライス州の州都である、高原都市ベロオリゾンテのパンプーリアにあるカトリックの教会である。設計者は、オスカー・ニーマイヤー。1943年に建設された、放物線上シェル構造の教会。後の大統領ともなる、当時ベロオリゾンテの市長であった、ジュセリーの首チェックが支援者となって、 オスカー・ニーマイヤーに建設を依頼した。カンディド・ポルチナーリの巨大なフレスコが屋外のモザイクを伴った4つの波状コンクリートが放物線状になっているのが特徴的。脚部から長部に向かって上広がりになっている小塔塔、当時の境界建築とは大きく違う独特の様式は当時から様々な論議を呼んだ。ニーマイヤー自身は フランスの詩人ポール・クローデルの宿、エイチャーチーズ・ゴッズ・ハンガー・オーアースからインスパイアされたとした。ベロ・オリゾンテの大主教、アントニオ・ドス・サントス・カブロールは、その外観を悪魔の防空壕と揶揄試験をしたと、タイムマガジン社は書いている。あとのパンプ・プーリャ市長は、この教会を取り壊すことを心みるが、失敗、様々なスタイルの祭壇やモニュメントを補充することで、 修正を試みた。ニーマイヤー自身による改築も加わり、最終的には、偉大かつ尊厳を称えた、建築物と大主教、銃をレゼンでコスタが賛辞することになった。2016年7月にはニーマイヤーが手掛けた、近郊の一連の建築物と合わせて、パンプーリアの近代建築群として、ユネスコの世界遺産リストに登録された。後に当時日本最大級のコンペであった。 世界平和記念制度の建築協議設計における丹下建造案をカトリック教会はルイージアンであった放物線上のシェル構造が持つその非宗教伝統的な形態と音響の悪さを嫌って不採用となった。ありがとうございます。